幽州は中国にかつて存在した州。上古の中国の九州の一つに数えられている。具体的な区域については、字が、漁師春秋では、ツバメであるとしており、主来では、東北としている。新序地理市では、北方は、陰気が多いことにより、有名をもって名称としたとしている。紀元前106年、漢の武帝が全国を13州に分割し、 各州に市,市を設置した際に、現在の河北省、遼寧省、北京市、天津市を中心とする地域に、優秀を設置、軍、没使大軍、上谷、両洋、右北平、両政、両党、元都、楽朗、縁国の11軍国を管轄した。前巻末の混乱期には、紀州の往路により占拠されたが、五官の挙兵の結果後部帝の勢力下に入り、 五冠が成立すると、麻美県に州都を設置した。五冠末には、高村氏が優秀東部を選挙、その後約半世紀にわたって、中原政権から半ば独立した政権が成立したが、238年に、義により滅亡させられた。五個十六国時代になり、あと、蝶の勢力が弱まると、流城を中心とする前園の勢力下に入ったが、やがて、 北儀に攻め滅ぼされた。また400年には後燕により、優秀東部に平州を設置されている。北儀の時になると468年に安州、台湾年間には燕州が分割、新設されている。その後成立した北州は、優州を東北国境の軍事要所として、東北道の総管府を設置された。隋が成立すると、当初は、 有州が設置され、下部に三軍六県を管轄したが607年、つばめ州と統合され、軍が設置されている。随外の行政区分に関しては下表を参照。下北平野の北端に位置し、北方への陸路交通の要衝とされていた有州であるが、608年に A 渡る居が建設され、北方の水心水と工場が連絡され水上輸送面でも重要視されることとなった。 また611年には、陽大自ら江戸より、江が永永渡る京を経由して、群馬で強行している。また611年より三度に渡り実施された、高栗遠征では、平坦基地として利用されている。塔が成立すると618年に優秀とされたが、742年に、汎用軍と解消、758年に再び、優秀と解消された。 東大も優秀は軍事面で重要視され、特に高句麗や牧界等に対する防衛拠点とされ、汎用節土使が設置されている。756年には汎用節土使の安禄山による安市の乱が発生している。また、東末には露竜軍節土使であった隆飛都市京のこの竜森光が自立して皇帝と称したが、皇唐の召集、李アリ継ぎによって滅ぼされた。 1938年、後進の高祖石隆が優秀を含む援運16、衆を喫丹に割譲した。喫丹は優秀を含ととし、遠京と解消、優秀の行政区革命は消滅した。ありがとうございます。